はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。では、頂上決戦やっていきましょう。今回選択チャレンジボタンを押してます。センチャレハルルさん、先制取ったね。さあ先制取りましたよ。久々な感じするけどね。ブライアン、チズルマチュアか、チズルかな。沈黙されると嫌なんでね。これは K ダッシュ。最後は最後 LR 来た、これゲニコでしょう。オメガとゲニコ。いやでも向こうの人が、ナイトメアギースとか出たら非常にやばいですよね。サイキや、マジかよ。こっち火炎鏡や。クマサイキいけるかな、ちょっと見てなかったな。ブライアンとラッキーだそう。火炎鏡か。ゲニコ置いて、チズル置いとく。そうやね。ブライアンケツにしよう。こっちの方がいいね。防御型なんで、これでいこう。ちょっとね、闘志まで 見れてなかったんで、キャラクター見れてなかったんで、クマで来るかどうかが、確認できてないね。先生は取ってるんですけど、サイキの陣形がね、ヘビ、クマ、トラサイキか。トラやったらいいか。これはもう全部スキル出てるんで、パーフェクトいこう。さあ、トラサイキは、これね、でも、スキル出てるかな、サイキは。このオメガは復活はできるっすよね。さあ、アンディは使うのか。アンディは使わない。うん、残影剣。スキル出てる。チズルやられるんじゃない。チズルやられましたが、火炎鏡を出しても再起倒せないか。どうすっかな。再起をどうしても倒したいから、こっちは。どうしても倒したいんですよね、再起を。とりあえずこういこうかな。そうですね、こういきましょう。で、デスランク。サイキを倒すためにちょっと調整しながら行きたい。超レッパー弾打ってくれへんかな、次。超レッパー弾打ってくれたら完璧ですけどね。さあ、超レッパー弾は。サイキでもワンチャン、これ溜まってるんじゃない、ゲージ。トラ投資やから。どうかな。超レッパー弾。ああ、打たない。再起溜まってんかな。残影剣。ああ、ここで溜まるね、100%。ゲニコが打てないか。これ、オメガワンパンできないっすよね。そしたら再起次溜まってるでしょ。ラッキー一体出しでいくか。これでいこう。ラッキー一体出しでも犠牲にします、ラッキーを。で、再起は使ってくるでしょうね。再起使うてきて、次一気に再起倒しに行きましょうか。さあ、ここで再起もし使わんかったとしても、次火炎出したら再起多分倒せるんで、出し方にもよるけど、あ、使わない。これなら火炎出して一気に行こうか。ブリッツボーラー出てる。そしたら火炎出すんですが、K ダッシュでいっか。前に置くキャラがいないね。一応、K ダッシュの方がいいよね。やっぱり、右京さん。いや、右京さんの方がいいか。こうか。こうか。さすがにこれ火炎で、火炎とゲニコを打てばオメガ倒せると思うので、まず火炎からでいいかな。さあ、火炎とゲニコを打てば、あー、1ミリだけ生き残る。マジか。それやったら、もう右京さんこっち言うと、ゲニコの方がダメージ高いよね。ゲニコをこのサイキにぶつける方がダメージ高いと思うんで、これで、まずこのサイキを倒す。うん、倒しましたね。そして、クラウザーも、クラウザー倒せない。オメガは復活。さあ、あとは、しのぐだけ。まあ、K ダッシュ出さんでもよかったね、やっぱり。ギリギリやったけど。K ダッシュはやっぱ、もうその UR を前にしてなあかんかったから。やっぱ捨てるんやったら右京さんかな。さあ、ここはクラウザーゲージ溜まってますね。ん？ L 字型に3体出し。L 字3体。ってことは調整してきますね。さあ、ギース使わず調整。それは結構リスキーやけどね。で、クラウザー溜まってるでしょ？リスキーやけど、これも、ゲニコ前に線でいいかな？いや、火炎がやられるか。ギースとクラウザー使われて、また新しいキャラ出されるんで、まあ、それやったら、そうやね、ゲニコ出すか。
あんまりこういう出し方したくないけどね、まあしゃあないというか、この場面やったらしゃあない。考えられるのが一番やばいんで、現にこう離脱できるからなんとか大丈夫やと思うんですけど、あ、量か、量なら全然いけるね。さあゲニ、ゲニちゃう、ギースで、ギガティックサイクロン、これ2回打てるんじゃないかな。2回打てる可能性あるっすね。極限流儀、うん、この火炎さえ生き残ればまあいけるんで。あ、2回打てないか。ゲニックはここで離脱ですね。離脱して、離脱もしない、あ、したわ。これ全滅じゃない、ゲニと K ダッシュで全滅取ったんじゃないかな。こっちの方がいいかな。そうですよね。まずは、ゲニコでいいか。ゲニコ打って、K ダッシュ打って、全滅取れましたね。ゲニからの火炎。まあ、再起を、倒せたんで、結構、まあ、楽やったかなっていう感じもしますけどね。やっぱ火炎は言うて強いんで、必殺さえ打てれば強いんでね。あとは再起が結構厄介やったんですけど、まあ、早い段階で再起倒せたんで、結構楽にいけました。はい、ではちょうど決戦の続きやっていきます。今回選択チャレンジ、さあボタンを押しました。今日2さん先生取られましたね。ヤシロチズルはヤシロかな、先生取られた。メイとシャンフェイ、メイかな、どっちもどっちですけどね。メイとシャンフェイやったら、これもね、もう微妙やな。チンとジョー、ジョーにしよう。防御防御、最後はこれも微妙っすよね。Kダッシュかな。いや、ほんま、メンバーがめっちゃくちゃ微妙。で、ロバートとゲーニッツですね。いや、めっちゃやばいわ、これ。あ、暴走や。え？あ、ロバートやったんか。クマ、カメ、ヘビはいない。いないね、ヘビ。無理や。ロバートとゲーニッツですよね。ラモンはね、ラモン地雷なんでね、やめとこう。キング置きます。で、防御2体も置く必要ないかな、これ。ジョーだけにしとこか。ヤシロは後出しで必殺使いましょう。いや、それやったらもう、やっぱラモン置こうかな思ったんですけどね。まあ、これでいいか。非常にパッとしないメンバーですね。キムを あそこに置いてるから全滅も狙いにくい。ジョーはゲージ溜まってますね。これはそのままいきます。お、いいよ。いいよ、いいよ、暴走スキル。これはもう全部っぱでもチン倒せないでしょう。まあ、倒してもいいんですけどね。倒してもいいけど。お、倒す？やけどでギリギリ生きてる。チズルも怒り下げて、チンチン、そこにしたらあれっすね、もう、あれやね、次のターンで、あー、これロバートゲージ溜まるな。ゲージ100、これ確実に溜まりますね、ロバートが。そしたらヤシロ、いやー、そうか、ロバートがゲージ溜まるからね、やりにくいな。めちゃくちゃやりにくいね。ワンパンされへんかな、ヤシロで。どうかな、ワンパンされたら辛いんですけどね。さあ使いましょう、ここは使っていくんですが、防御も使う。でこのキムは倒さないというか倒せないね。ヤシロがやっぱロバートの攻撃をどれだけ耐えれるかがポイントなんですけど、ガードしたらいいんですけどね、リュコランブをワンチャンガードする可能性もあるから、まあ、ガードに期待っていう感じかな。アンヘル、さあここはヤシロの見せ所。さあカモン、ガードガードガード、うわー、ない。アンヘルガードしてくれ、アンヘルガード。さあサバイバーズガード、よし、ナイス。このガードめちゃめちゃ強い。ほぼ食らってないもんね、今の。ほぼ食らってないっすよ。これはでもね、ヤシロやばいから、こうか。次チズル打ってくるね。これ先にヤシロ打たないとマチュアがアンヘルに飛ぶ可能性ある。このマチュアはチズルに飛ばせるね。チズル飛ばして削っといて、このアンヘルは倒さないように調整、うん、調整していきましょうか。さあここチズル前にして、チズル使わんでしょ、これ使えないね、これは。あ、キム使う、キム使ったらヤシロやれるんじゃないの。え、使ってくれたら全滅取れるんじゃない、これ。うわー、なんで沈黙してんのそれ、キング。キング沈黙いらねえよ、全滅取れたのに。マジか。ただこれあれやな、キング K ダッシュとロバートゲージ溜まってないよね。そしたらこういこう、こういけば、いけるよね。
これで、うん、調整すれば、これで全滅取れましたね。全滅は確実に取れるかと思います。サバイバーズワンパンやめて。よし、怖え、ワンパンが。これ全滅確定やね。もう何やっても全滅、取れる形ですね。暴走とラモンとね、軽ダッシュで、軽ダッシュ前の方がいいよねこの場合。まずはここに軽ダッシュでクリティカル上げてから、そうですね、これはでも調整うまくいった感じかな。っていうか前に出してくれたんでやりやすかったのもあるんですけど、あとさっきのターンで千鶴で倒してくれたんでね、倒せなかったら結構やばいかなと思ってたんですけど、調整してくるかなと思ったんですけど、倒してくれたんで、マチュアかな、マチュアかヤシロか忘れましたけど、それが結構やりやすかったかなっていうね、感じもします。なんとか勝ててよかったです。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。